バーディは、日本の競争チ勝ラに2010年ユニコーンステークスなど、ダート10勝2勝。場名の由来は、ゴルフ用語、バーディから。当歳はセレクトセール2007に上場、津村康氏の名義により6600万円で、落札される。2010年1月に、池江康郎級者 JRA 通算800勝目を、同馬でマークしたほか、 3歳2月までに参照を記録。時期や輸送面等を考慮され事態となったが UAE、ダービーへの招待を受けるなど、ダート戦では早くにその実力を発揮した。バーディバーディは池江から、もともと芝で期待していた馬と評され、ここまでの勝ち倉はすべてダートながら、春先はクラシックローテーションを組まれる。しかしメディア等では、トライアルでも完敗し芝適性は、 疑問と報じられ結果もまたその通りに終わる。なお、東京優秀にも登録がなされたが、芝適正を考慮し、出走は見送り、ユニコーンステークスへ向かった。ユニコーンステークスでは、後位の4番手を追走し、直線に入りバトードールとの叩き合いになったが、残り200メートルでバトードールを一気に突き放し、2馬身反差をつけて、解消した。 本番のジャパンダートダービーでは2番手追走も直線で伸びをかき6着に終わった。秋はマイルチャンピオンシップ南部杯から指導、道中行為を追走するも直線で伸びあぐねて5着に終わった。続く武蔵野ステークスでは中段追走も直線で伸びをかき6着、ジャパンカップダートでは逃げるトランセンドをマークしながらレースしたが直線で伸びあぐねて4着だった。 東京大賞店では、スマートファルコンの3着に入った。2011年は、フェブラリーステークスから、指導、中段からしぶとく、足を伸ばしたが、トランセンドの3着。その後2月末で、池江康老級者が、定年解散となるため、息子の池江康氏自給者に、天馬や。アンタレスステークスでは、中段から泳げるがゴルトブリッツの3着。続く、 東海ステークスでは後位を追走したが直線で、伸びあぐねて6着。オアシスステークスでは、後方からしぶぶとく、足を伸ばすも3着だった。帝王将では4番手のインに位置したが、スマートファルコンの3着。秋初戦のエルムステークスでは、後位4番手からの競馬となったが3コーナー過ぎで、手応えが怪しくなり11着に終わった。マイルチャンピオンシップ南部杯では三番手に控えたが、 直線で伸びず7着。下月ステークスでは後方から追い上げて3着となる。ジャパンカップダートでは中段追走も直線では全く伸びず10着に終わった。2012年はマーチステークスから指導、後位追走から直線で逃げる当選アドミラルに襲いかかるが残り200メートルでサイレントメロディと名称ためともにかわされ3着となる。オアシスステークスでは 中段のうちを追走したが、直線で伸びあぐねて5着だった。東海ステークスでは2.3番手追走も、直線で伸びをかき9着に終わった。アハルテケステークスでは押し出されるように逃げると、ナムラタイタンに一馬身1、4差をつけ、レコード勝ちした。その後は2013年のマーチステークスで勝った、馬から、花差の2着という競馬はあったものの勝利は挙げられず。 2014年4月27日付で競争馬登録を抹消された。引退後は、故郷の千代田牧場で種ボバとなる予定と発表されたが、後にレックススタットへ移動した。長教助手の大久保悟は、ワンペースの展開向きと、コメント、芝ではその粘りをかき直線で馬群に沈んでいたが、ダートでは粘り切り直線を仕切る内容を見せている。タイムランの R は、 レコード価値を示す。ありがとうございます。